はい、どうもレインチャンネルでーす。今日撮影してるのは昨日の動画に引き続き7月の2日に撮影をしてるんですけど、昨日の動画の最後の方でも言ったんですけど、ちょっと風邪気味で声が変なんですけど、ちょっとそこはご了承ください。扁桃腺がむっちゃ痛いっていう感じなんですけど、で今回は商品購入レビューなんですけど、ちょっとやらかしたなっていうのがあって、ちょっとそれを紹介していこうかなっていうふうに思います。なので今回は通販で久々にやらかしたっていう話をしようかなっていうふうに思います。で、まず買ったものなんですけど、買ったものはこちらになります。ザラのストライプシャツですね。定価の方が4990円になってます。で、今セールをやってて2590円になってるので、もし欲しい方はセールでお得になってるのでおすすめですって話なんですけど、まあ、僕が買ったのはこれ実は何ヶ月か前に買ってるんですよ、このシャツで。段ボールに入れっぱなしで忘れてたんですけど、段ボール片付けるのに今日出してて、さっきそのシャツが出てきて、あ、こんなん買ったなと思って試着したら、あれと思ってこの動画に至ったって感じなんですよ。で、このストライプシャツであれって思うことあるって思うじゃないですか。僕にはあるんですよ、これが。何があれなのかっていう話なんですけど、僕これ黒白だと思ってたんですよ。そしたらネイビーホワイトなんですよね、カラーが。で、そこでやらかしたと思ってて、今ザラのホームページ見ると画像がエンジホワイトしか出てこなくって、このストライプシャツの画像が出てこないんですけど、同じものは出てくるけどその色が出てこなくって、で確かなんか結構黒っぽく見えて、なんか何も考えずに買ったんすよ。それは覚えてるんすよ。なんか通販の色味にやられたみたいな。多分ネイビーホワイトってのは絶対書いてあったと思うんですけど、ブラックに近いネイビーなのかなって思って多分買ったと思うんですよね。で、まあ今開けてみたらこのネイビーホワイトっていうカラー、まあストライプシャツにはよくあるカラーなんですけど、まあなんか個人的には黒だと思ってたんで、ちょっとショックなんですよね。で、やらかしたなって思ってて、その通販ってやっぱりその写真の色味とか、そのシルエットとか見て買うじゃないですか。で、その色味的には結構濃い色に見えたんで、完全にやらかしたっていう感じですね。別に物は悪くないんですよ。これすごく良くって、超ストレッチ効いてるんですよ、これ。むちゃくちゃ。スリムフィットなんですけど、ストレッチがむちゃくちゃ効いてて、着心地もレーヨンのようにテロッとしたような生地なんで、すごく今の時期もロールアップして着やすい素材なんですけど、色が気に入らねえっていう話なんですよ。なんでもしその今エンジ白がまだ在庫残ってるんですけど、もしエンジ白とかでも良ければ、欲しければこれ本当おすすめだと思います。この素材だったら手入れも全然あんま気にしないで着れると思うし、まあ、そういうところもすっげえいいところなんですけど、通販だとこういうことたまにあるよねっていう話なんですよね。で、僕ももっと早くに、まあ、箱開封して見てれば返品とか交換とかできたんだと思うんですけど、まあ、いかんせんもう1ヶ月以上は経ってるんで、まあ、もうできないでしょうから、完全にやらかしたなっていう感じですね。で、いつも動画で言ってるんですけど、僕基本引きこもってるんで、まあ、こういう風に撮影したりとか編集したりとかして基本引きこもってるんで、通販で買ったもんってすぐ開けない癖があるんですよ。靴とかもそうなんですけど、例えば靴の抽選当たった、届きました、普通の人だったら絶対その中見たり試着したりインスタ載せたりすると思うんですよ。僕それやらないんですよ。その着る時とか思い出した時に開ければいいやみたいな癖があって、出かける時とかにそういう癖があって、ずっと放置のまんまだったりするんですよね。で、最近になって動画で買ったものを紹介するようになったから、比較的開けるようにはなったんですけど、これ動画で紹介しなかったら本気でずっと眠らしとくパターンもあるんですよ。ひどいやつだと半年ぐらい眠ってるやつとかもあるんですよ。で、このシャツを開封した時にもう一個段ボールがあって、買った忘れたスニーカーも出てきたんで、まあそれも後々多分紹介上がるかなって感じなんですけど、今更感結構ありますけど、まあなんかそんな感じでそういう癖があって、本当に良くない癖だなっていう風に思いました。まあ自分でもすっげー反省してるんですけど、なのでね、皆さんもね、絶対ないと思いますけど、買ったらすぐ開けた方がいいと思います。多分みんな絶対1日とおかずに開けてると思うんですけど、いや本当にこれは良くないっていうか悪い癖ですね。本当に僕のその出かける用事がないからいいやっていうんで放置しちゃうんですよね。な、基本的にめんどくさがりなんで、なんかいろんなことを放置しちゃう癖があるんですよ。例えば今髪とかわりかし短いじゃないですか。これ動画やってなかったら絶対ロン毛になってるんですよ。美容室行かないんですよ、多分めんどくさいから。そんぐらいめんどくさくて、なんかいろいろ放置しちゃう癖があるんですけど、なんか何事も放置っていうのは良くないなと思いますね。その時にやっぱ対処しないと良くないなっていうのを今回ので感じました。しかも何気にザラ高いっ
すよね。4990円なんでね、このシャツ元ね。値段なりとは思いますけど、やっぱザラ高えなって思いますね。で、何気に僕ザラの商品買うの実はこれが初めてなんですよ。いつもいいなとか思うんだけど買わなくって、それがユニクロだったり H&M だったりするんですよ。ファストファッションで買うときって。ギャップとザラってなんか別格じゃないですか、ファストファッションの中でも。なのでなんか結構買わなかったりするんですけど、まあ、買ってみて物は良かったなっていうふうには思いました、本当に。ただ色味が気に入らねっていうだけで、それ以外は本当に超気に入ったなって感じでしたね。で、一応着画を撮ってみたので今出そうかなっていうふうに思います。こちらになります。まあ、サルエルパンツにストライプシャツ合わせたっていう感じのスタイリングなんですけど、本当はこれがブラック白の予定だったっていう感じですね。まあラフに合わせられるし普通に使うとは思うんですけど、まあなんかちょっと色的にショックだったなっていう感じですけど、これ本当に着心地とか物はむっちゃいいんで、今セールになってるし、気になる方はぜひ買ってもいいと思いますよ。これ別にこの手のシャツなんか何枚あったって絶対困んないし、しかもロールアップすれば全然夏もいけちゃうし、そういう意味でもすごくいいのかなって思います。個人的にはユニクロのシャツよりはこっちのスリムフィットのシャツの方がなんかいいなっていう感じしますね。まあ値段もね、その元値はザラの方が高いですから、やっぱ値段相応にはなってますけど、結構おすすめなんで、もし気になる方はぜひザラ今セールやってるので、いろいろ見てみてもいいのかなとは思います。そんな感じでね、僕の物草が影響してやらかしたっていう話なんですけど、まあ通販の写真詐欺じゃないですけど、こういうのってたまにあるから困っちゃいますよね。なのでね、なんか店頭で試着っていうのが一番いいのかなとは思いますけどね。しかも僕の場合ザラ別に近くにあるんでね、それを通販で買うっていう、ここも物草なんですよ。行けばいいのに、なんかそのブランド物買うときは全然ショップとか行くのに、そのファストファッションになると途端にめんどくさくなったりするんで、物草せずにした方が、まあ何事もね、さっきも言ったけど、本当に物草をせずにちゃんと動いたりとか処理をしたりした方がいいなというのを、本当に服に関わらず今回はちょっと思いましたね。なのでね、まあその本編的には通販でやらかしたって話ですけど、まあ気になる方はぜひ皆さん買ってみてもいいんじゃないかなって思います。あとザラが今セールやってるので、気になる方ぜひ見てもらえればなって思います。結構ね安くなってるんですよ。まあザラもね、この前ニュースでね、何百店舗何千店舗っていう閉鎖するとかっていうのもあったから、在庫処分的な意味合いもあるんだと思うんですけど、結構セール安くなってるんで、なんか狙ってる商品が実はすごく安くなってるって可能性もあると思うので、まあ気になる方ザラのホームページ見てもらえればと思います。まあ店舗に行くんでもいいですけどね、まあなんかそのホームページで当たりつけて店舗に行くっていうんでもいいと思いますし、なんかぜひご覧になってもらえればと思います。個人的にもね、今改めてこのストライプのシャツの画像を探すのにザラのホームページ見てて欲しいなって思うもん何点かあったんで、もしかしたら近いうちの商品購入レビューでまたザラちょっともう一回やるかもしれないですけど、ちょっと今回は初購入のザラでストライプシャツを買ったって話ですね。色はやらかしましたけど、まあ結構でも買ってみて結構ザラのこの質感であったり作り結構気に入ったんで、まあ、今後ちょっとザラ買ってみようかなとは思います。ユニクロがメインにはなると思いますけどね。けどやっぱりなんかザラも値段なりにいいものいっぱいあるなとは思ったんで、ちょっと今後ザラが出てくることもあるのかなっていう感じですね。まあそんな感じでね、終わりにしようかなっていうふうに思います。でいつもお願いしてるんですけど、グッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いします。今回これで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24/7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you